インタファクス通信が3月11日に報じたところによると、ロシア国防省からの発表として2022年3月10日にロシア軍東部軍管区が北方領土を含むクリル諸島において、移動式の地対空ミサイル S-300 を使用した発射演習を行ったことを伝えているよ。演習はロシアの領空を侵犯する航空機が出現し、それを撃墜するとの設定で実施されたようだな。ロシア国防省では発射されたミサイルを 100% 破壊したとしていて、防空演習の成果を強調したらしいけど、本当のところはどうなんだろうね。さて今回は、北方領土でロシア軍が地対空ミサイル発射訓練を実施したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍がウクライナ侵略を開始する直前あたりから極東のロシア軍が、海軍の太平洋艦隊を中心に活発な動きを見せていて、今回の演習もそれに関連した動きであろうと見られているよ。日本政府はこの演習についてロシア政府に対して、例によって何とかの一つ覚えの遺憾の意を示して抗議したとされているな。今回の演習で使用されたロシア軍の地対空ミサイルは S-300 は、ソビエト連邦時代の1970年代に開発され、NATO コードネームでは SA-10 グランブル及び SA-12A グラディエーター、SA-12B ジャイアントと呼ばれ、艦載型である艦対空タイプは SAN-6 グランブルとされているな。1997年代に最初に実用化された S-300P から改良が続けられ、アメリカが1980年代に開発して配備した準中距離弾道ミサイル MGM-31 パーシング2を、迎撃するために開発された弾道ミサイル迎撃を目的とした S-300V など、様々な派生型があるんだって。S-300 シリーズは大きく分けて S-300PSA-10 グランブル、S-300FSAN-6 グランブル、S-300V の3つのタイプに分けられ、S-300P、S-300F と S-300V はソ連時代の設計局が異なるために本体が全く異なる別物で、S-300P はアルマズ設計局、S-300F はアルテアー設計局、S-300V はアンティ設計局によるものであるぜ。S-300P は航空機や巡航ミサイル迎撃を目的としており、限定的な弾道ミサイル対応能力のみを持つ。S-300V は弾道ミサイル迎撃を目的とした本格的なミサイル防衛 MD システムであるみたい。2020年12月1日にロシアの国防省系テレビ局であるスベズダが、ロシアに実効支配されている北方領土の択捉島に、射程 400km の S-300V4 が配備されたと伝えられていて、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機の迎撃用に配備されたと見られているよ。なお、ロシア軍では S-300 シリーズの後継として同時に多目標を攻撃可能で、長距離射程とされる S-400 トリウムフ NATO コードネームは SA-21 グラウラーが開発され、配備が進められているぜ。この S-400 ミサイルシステムはその性能ではこれまでの S-300 シリーズをはるかに凌駕するとされ、さらにはアメリカ軍のパトリオットミサイルに比べて、少なく見積もっても2倍の有効射程を持つとされ、さらにロシア国防省が発表している資料によれば、S-400 は 400km 先にある6つの目標に対して同時に攻撃処理を実施する能力があるとされているほか、優れたステルス戦能力も備えているとも言われているんだよ。6つの目標に対して同時に攻撃処理する能力があるのは怖いね。極東地域において S-400 は2017年12月にウラジオストクに配備され、その後ウラジオストクの他には原子力潜水艦の基地があるハバロフスクや、ユジノサハリンスクなどに配備されているのが確認されているが、北方領土への配備はまだないと見られているらしい。この北方領土での地対空ミサイル発射演習は、ウクライナ侵略に対するロシアへの経済制裁に日本が加わったことへの牽制だと見られているのであるが、この他にも最近ではロシア海軍太平洋艦隊が日本周辺で活発な動きを見せているね。択捉島でミサイル発射演習が実施された同じ3月10日には、深夜から11日にかけて北海道と青森県の間にある津軽海峡を、ロシア海軍太平洋艦隊のウダロイ級駆逐艦など10隻が太平洋から日本海側に航行した他に、3月14日には同じくウダロイ級駆逐艦など6隻が北海道とサハリンの間にある宗谷海峡を、オホーツク海から日本海に向けて通過したのが確認されているみたいだよ。これらの艦艇は、2月に日本海やオホーツク海などで大規模演習を実施していた24隻の一部と見られていて、防衛省では警戒を強めているらしいな。インターネットや SNS などではこれら一連のロシア海軍の動きを見てロシアが北海道を狙うのではないかなどとの憶測が出ているが、ロシア海軍の太平洋艦隊と海上自衛隊の戦力を単純に比較すれば、核弾頭を搭載している戦略ミサイル原子力潜水艦は脅威であるが、その他の水上艦艇は旧式艦が多くアメリカ海軍の第7艦隊の力を借りずとも海上自衛隊の現有戦力で対応が可能と見られているんだって。
さらにロシア太平洋艦隊の艦艇の中で最も脅威とされる機関のスラバ級ミサイル巡洋艦バヤーグは、ウクライナ侵略に合わせて黒海に派遣されたままであり、太平洋艦隊の戦力はかなり手薄になっているらしい。また、ウクライナへの侵攻を当初は積雪が残る2月上旬としていたロシア陸軍は、冬季戦闘に強いとされるシベリア駐屯師団からかなりの兵力を引き抜きウクライナ周辺に展開させたとされ、極東方面の陸上兵力には北海道を狙う余力がないと言われているみたい。これらのことから、少なくともウクライナ問題が決着するまでは、ロシア軍が北海道などに侵攻することはないと考えられ、むしろ警戒が必要なのはロシア軍よりも、北京での冬季オリンピックとパラリンピックを終えた中国の動きであろうな。もし中国が台湾侵攻、あるいは尖閣諸島実効支配下に動き出した場合、ロシアが北海道に侵攻しそうな動きを見せるだけで、自衛隊は全戦力を中国に向けることができないんだよ。なぜならば、アメリカ軍は在日アメリカ軍と太平洋軍は中国が動けばその全戦力をそちらに向けるはずで、アメリカ軍の基地がない北海道は自衛隊自らが守れというに違いないからであるんだって。さらに、もし中国の習近平がプーチンを見習い、核兵器の使用をちらつかせながら台湾に侵攻したならば、果たしてアメリカが直接介入するかは非常に疑わしいしな。どうしてアメリカが直接介入するか疑わしいの？アメリカのバイデン大統領は核兵器使用をほのめかすプーチンに対して、核戦争や第二次世界大戦の引き金になるとして、ウクライナに介入してロシア軍と戦火を交えることを避けたが、これと同じ動きを台湾で見せる可能性は高いと見る向きが多いみたい。尖閣諸島において不法な実効支配を受けた場合にも、日米安保が発動されるとはして入るが、いざとなれば傍観する可能性は否定できず、自衛隊単独での奪回は難しいと見られているぜ。今やアメリカは頼れる存在ではなく、日本の国防は自力で全うしなければならないみたい。第二次世界大戦やそれに伴う核兵器使用が現実味を帯びている今、日本はこれまでのようにのほほんと平和を謳歌している場合ではなく、ロシアや中国が迂闊に手出しできないと考える抑止力を身につけなければならないんだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。